皆さんこんにちは。今回は以前コメントいただいたフィナンシェです。フランス語で金持ち等の意味があるそうです。まずはじめに卵白にグラニュー糖を入れてすり混ぜます。しっかりと混ぜ込んでください。よく混ざったら次はアーモンドパウダーと薄力粉をふるいにかけつつ入れていきます。二つとも入れたら空気を含ませないようにダマを取りながら混ぜていきます。次にバターを溶かして焦がしバターを作成します。焦げすぎないように注意しながら作成してください。焦がしバターが冷めてから上澄みと夏みかんピールを加えて滑らかになるまでしっかりと混ぜていきます。特に注意点などはありません。通常のお菓子作りと変わらないのでささっと混ぜてください。混ざったら生地を2等分に分けます。まず先に作った生地をフィナンシェ型に入れていきます。もし持っていなければ何か似たような形のものに入れてください。次に先ほど取り分けた生地にココアパウダーを入れて混ぜます。これで2種類のフィナンシェを作れます。ココアを混ぜてから流行ることは同じです。型に入れ終わったらもう5は焼くだけです。190度で13分焼いたら出来上がり。